2014年アフターロミオはアメリカ出身の4人組ボーイバンド。レーベルは4サウンド、ソニーミュージック。公式には2013年結成、ロサンゼルス在住の5人組となっている。だが実際にはジェイク、ドリュー、TC の3人はバーシティ・ファイ・クラブという5人組のグループのメンバーであった。このメンバー3人に新メンバー2人が加わった状態で、 2012年にグループ名を改名した。ドリューとジェイクは共にラスベガスからロサンジェルスに移り、趣味のバスケットボールを通じて TC と知り合い、その幼馴染みのブレイクとドリューが学校の講演会で見つけたデビンを加えてアフターロメオとなった。なおメンバーのドリューは VFC とアフターロメオは全く違うグループとしている。 AR としてのアメリカでのファーストデジタルシングル、フリーォールは、mtv.com で1位を記録。LOL には、ディッシュが、フリーライブツアー、キャプテンディッシュが巡る、夏休みの大冒険、全国津々浦々イベントツアー2014の追加公演として、アメリカコロラド州デンバーのザ・オーチャードタウンセンターで、行われたアフター・ロミオのイベントに、オープニングアクトとして、ゲスト参加した。 2015年1月14日発売のディッシュのファーストアルバムメンディッシュに LOL のカバーが収録された。また、同年4月にファーストアルバムザストーリーコンティニューズが発売された。2015年8月7日、Twitter の日本オフィシャルアカウントにてしばらく日本以外の国での活動に専念すると発表された。なお、メンバーのドリューは 2015年10月29日発売の嵐のアルバムジャポーニズムの通常版に収録されているザ・ディープエンドやダパンプのシングル PARTY ありがとうございます。